はい、皆さんどうもこんにちは。今日はですね、スバルの大人気車種クロストレックについて見ていきたいというふうに思います。もともとはですね、この車 XV というね名前で発売されていたんですけど、今回からですね、スバルクロストレックというね名称になったということでございます。で、特徴はね、まあいろいろあるんですけど、ちょっとその前にですね、スバルについて、あまりよく知らないという方もいらっしゃるかと思いますので、改めてね、スバルという会社について、説明させてください。スバルというのは日本のね、自動車を販売する製造販売する重工業の会社になっていて、3年前の2020年からですね、トヨタ自動車の、持ち分法の適用会社となったということになります。この持ち分法って何かと言いますと、会計学あるいは会計実務の用語の一つなんですね。投資会社が非投資会社の資本あるいは損益のうち投資会社に帰属する部分の変動に応じてその投資の額を連結決算日ごとに修正する方法のことを言います。まあ、ですからこのあたりがですね、意外と知られていなかったというところになるのかなというふうに思います。ちなみに補足としてね、お伝えすると、スバルの主要株主にトヨタというね名前が出ています。トヨタ自動車、株数でいうと 20% ね、持っているということでございます。それ以外に関しては、日本マスタートラスト信託銀行が 7.57%、 みずほ銀行が 1.31%、 損保保険ジャパンが 1.27%、 日本生命が 1.24% ということになっています。ですから、このね株主を紐解いていくと、誰が実際の所有者なのかというところが理解できますから、そういった点においてはですね、株を勉強していくというのはすごくね大事なことになるのかなというふうに思います。そしてですね、このスバルという会社、売上高連結で2兆7445億円ということになっています。そしてですね、経常利益が761億円ということになっています。まあ、利益といってもね、経常利益とか純利益とか、利益って実はね全部で5種類あるんですね。まあ、その中でもこのスバルという会社はたくさんね利益を出しているということでございます。従業員数に関しては連結で 36,910 人ということになっていて、恵比寿に本社があるということでございます。そんなね、スバルが作ったこのスバルクロストレックというね、車なんですけど、スバルというのは基本的に全ての車がですね、基本的には、四輪駆動ということになっています。シリンダー配列に関しても水平対向エンジンというのを搭載していて、さらにスバルグローバルプラットフォームというスバルの独自のね、プラットフォームを採用しているということになります。でサイズから見ていくと、まず全長が4480、全幅が1800、全高が1550ということになっています。で、グレードはね2種類です。ツーリングとリミテッド。ツーリングは266万2000円から、リミテッドが306万円からということになります。ですから値段で言うと正直すごく安いです。安いというのは、その他のスバルの車、いわゆるフォレスターとかアウトバックと比べた時に当然安いというね価格帯です。あと、まあレボークとかインプレッサとかもいろいろありますけど、このクロストレックという車は非常にね値段が安い内容になっているということでございます。まあそれもそのはずでね、この車はちょっと要はその物足りないところがあるというふうに捉える人もいるぐらいですね、まあ、要はそのシンプルな作りということです。ただスバルブランドに乗れるというところを考えると、すごくねコストパフォーマンスがいいのかなというふうに思います。このクロストレックに関して言うとですね、まずアイサイト X が搭載されていないんですね。ただアイサイトは搭載されています。これ何かというと、3つのカメラで命を守るアイサイトという、まあ、要は安全面のね、機能ということになります。これについて、これが搭載されていることによって追突事故が発生率 0.06% になったということです。まあ、実は私はですね、20歳ぐらいですね、今から10年以上前に、要は前の車にね追突してしまうっていう事故を一度ね起こしているんですよ。でその時にやっぱ危ないなと、車間距離を空けないと本当に危険だなと思ったんですね。で当時技術とかも何もなくて、要はその車と車の車間距離が近くなった時にビビビビっていうそのアナウンスもないですし、要はその技術のね進歩というところがまだまだ未発達なところがあったんですね。でまあそれは別にそのまあ実際私が注意していれば、まあ前の車にぶつからなかったわけですから、そういったところで言うと、やっぱりその技術の進化っていうのは、今実際にその運転に慣れていない人だったりとか、主婦の方とか、お年寄りの方からすると、これはすごい助かる技術なんですよ。だから、このアイサイトがついているっていうのは、
まあ、これはスバルの車ほとんどついてますけど、すごくね、助かることなんだなということを把握しておくといいのかなというふうに思います。まあ、あとはですね、この車、視認性がすごくいいんですね。まあ、一般的な車の場合はですね、まあ、要はその視覚、要はその視覚っていうところがあって、A ピラーの下のところでね、見えなくなったりするんですけど、この車は要はその視界がちゃんとクリアに、ね、なっているというところが特徴です。あと、運転サポート機能というところで、狭い道とかの運転が、すごい、まあ、ある意味そんなに技術がなくてもできてしまうよと、ね、いうことでございます。そして、まあ、なんといってもこの車は、見た目だけじゃなくて機能面も兼ね揃えた力強くタフなデザインになっているということでございます。立体的で力強いね、車の造形をしていて、まあ、ご覧のようにリア、すごくねかっこいいですよね。まあ、これ左に展示してましたけど、キャンプの用品ですよね。それこそ今、まあ、本当7月はめちゃくちゃ暑いですよね。7月8月暑い時期にキャンプに行くといった時に、こういったクロストレックというのはかなりね、いい車になると思います。まあ、キャンプといえば私が今まで行ってきたのは、例えば秋川温泉とかね、温泉じゃない秋川渓谷ですね。まあ温泉も一応あるんですけどね、本当に良いんですよね。とにかくその自然たっぷりで、もう天然の川の水遊びってめちゃくちゃ楽しいですよね。楽しいし、あとそこで釣るね魚とかもすごく美味しかったりします。片道東京からだと約1時間半から2時間ぐらいで到着するんですけど、本当にめちゃくちゃ暑いけどすごい満足度が高いんですよね。まあ、だからそういったね気分転換だったりとか、要はその日々生きていく中で、そのなんていうのかな、なかなか感じることができないゆったりとした時間を楽しむことができる、満喫することができるということがね、すごく大事になるのかなというふうに思います。はい。でスバルはどの車もこのクロストレックに限らず、フォレスターとかレガシーアウトバック全部ね、やっぱアウトドアにすごい向いてるなという印象を受けます。うん、とにかくその荷物を入れてどっかに行きたいというふうに思わせてくれるようなね、そんな内容になっているのかなというふうに思います。で実際じゃあこの車ね、いわゆるその走行性能はどうなのかと、車としてのパフォーマンスですねっていうところで言うと、まあ、正直めちゃめちゃ高いっていうわけではないんですけど、疲れにくい構造設計をしてるんですね。例えばフロントシートに関して言うと、大学医学部と連携して乗り心地を追求したということだったりとか、あるいはですね、静粛性も非常に高いと、音の聞こえ方から乗り心地を考えたということで、音から揺れを感じる人間の特性に着目して、ルーフ部分に振動を吸収して抑える接着剤を採用したということです。だから響く音を小さくして素早く収めたことによって、すっきりとした乗り心地を楽しむことができるということですね。そして、最新技術の採用で乗り心地がさらに快適になったということでね、さっきもお伝えしたようにスバルグローバルプラットフォームがより進化してよということだったりとか、あとはそのやっぱりこれ、まあ、見てもらえば分かるんですけど、真ん中のこのディスプレイの部分がレボークとか最新のね車と同じね、テイストになってますよね。まあ、だからその分その要は直感性ですね、運転のそのナビの見やすさだったりとかコントロールビリティが非常に増したというところ、このあたりが大きな魅力になるのかなというふうに思います。あと走っててね、その走行の安定、走りを安定させるエアロダイナミクスというのもついています。フロントフェンダーとリアバンパーに風の通り道を設けただけでなく、フロア下をフラットにするなど空気の流れを整える構造を採用したことによって、高速走行でもブレない安定した走りを実現しているということです。そしてですね、上質な走りを感じることができるツーピニオンの電動パワーステアリングなんかもついているということでございます。これ何かというとですね、ハンドルの操作軸とモーターのアシスト軸を分けるシステムを採用したことによって、滑らかで上質感のある操作フィールを実現しているということです。まあ、だからロングドライブまでね、すっきりとした快適な運転を楽しむことができるということです。あとサスペンションに関しても、リアサスにですね、左右のタイヤを独立して動かすことによって、しっかりと吸収
衝撃を吸収できるね WBC 方式を採用しているということです。まあ、WBC 方式っていうのはね、これスバルに限らずいろんなねメーカーが採用している、まあ、いわゆるそのサスペンションの中でも基本構造と言われているサスペンションです。だからこれを履いていれば基本的には、要はその衝撃が少なくうまくいなしてくれるよと、乗り心地が良いですよということです。サスペンションのレベルが低いとどうなるのかというと、ガタガタガタって揺れるんですね。揺れたりとか衝撃をダイレクトに車が吸収してしまいますから、体に疲れが負荷がかかるわけです。だからそういった点においてはサスペンションがいいっていうのは、これはですねすごく助かるとねいうことでございます。はい。であとはですね、やはりその全体としての質感というところでいうと、ご覧のようにすごく高級感があるっていうことではないです。それもそのはず、値段がね200万円台ということになっていますから、これは本当にね一般的な車の価格帯になっているのかなというふうに思います。まあ、とはいえですね260万円も大金ですから、実際にですね購入をした方はね本当に心ゆくまでねこのスバルのクロストレックを楽しんでいただきたいなというふうに思います。はい。あとはね、私が最近思うこととしては、やっぱその車選びって本当に奥が深いし面白いなと思いますね。以前私が欲しいなというふうに思っていた車も、1年経つと2年経つとすごい値段が下がっていてですね、おお今こんな安い値段で買えるのかというふうに驚いた経験が多々あります。一方で、実際にですね、この車に限らず、まあその他の車もそうなんですけど、全然値段が下がっていないじゃんと、ね、いうふうに思うこともあるわけです。まあ、ですから何を言いたいのかというと、結局常日頃から市場を動向をリサーチするっていうことがすごく大事になるのかなというふうに思います。いろいろ考えてそのこうじゃないかと仮説を立ててですね、それが正しいかどうかっていうことを実証する、このね、まあ、いわゆるそのビジネスでいうと PDCA を回すっていうところがすごく重要になるのかなと、そういうふうに思います。はい。いやでもかっこいいよね。本当にクロスエッグいい車だと思いますよ。うん。はい。ということで今日はね、まあちょっと今回私が初めてね、クロストレックの実車を見たということで、クロストレックについて紹介させていただきました。今日の動画がですね、少しでも面白いなとかね、勉強になったということであれば、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンも押していただけると嬉しく思います。で今後もですね、このクロストレックに限らず、様々な車についてね、お伝えしていければなというふうに思ってますので、ぜひですね、また遊びに来ていただけると嬉しく思います。はい。ということでですね、今日はスバルのクロストレックについて見ていきました。どうもありがとうございました。それではまた。